さすがにちょっとお疲れなご様子か。5月中旬、舞台の出演を終えて駐車場へ向かうのは演技派女優として今引っ張りがこの江口のり子、42歳。リラックスできる上下黒のスウット姿だが、肩を落としてマスク越しの表情もエネルギーを出し切ったといった面持ち。4月クールの連続ドラマ悪女バルから働くのがかっこ悪いなんて誰が言った。日本テレビ系で主演の今田美桜、25歳の先輩役という物語の2番手役としてフル出演。さらにテレビ東京系ドラマ先生のお取り寄せ、 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人と合計3作。さらにその裏では全国を回るこの舞台出演も1ヶ月以上続いた。あるテレビ局関係者は、とにかくどのスタッフからも信頼が厚い。昨年秋の主演連続ドラマ「スーパーリッチ」は有名女優さんに断られた難役を快諾してくれて、フジテレビは救いの女神だと大喜びしていました。もともと演技派のバイプレイヤーとして評価は高かったのですが、2年前の大ヒットドラマ「半沢直樹」での国土交通大臣役で完全にブレイクされましたと熱弁する。半沢直樹での立憲民主党の蓮舫氏54歳と東京五輪誘致時の滝川クリステル44歳をオマージュしたといわれる嫌味たっぷりの政治家役は当時モノマネされるまでにバズっていた。一方でこの春は歯に衣着せぬ発言も注目された。悪女の番組宣伝で日テレの各情報番組にはしごをするも、一緒に出演する今田が満面の笑みなのに対して、正直私は苦手とはっきり言った上で終始居心地が悪そうだった。でもその番宣嫌いも自らネタにしてくれるから、江口さんはテレビ局に喜ばれるんですよ。前出テレビ局関係者。その負の感情を笑いに変えてバラエティ化したのは4月9日放送のマツコ会議へのゲスト出演だった。マツコデラックス49歳から喧嘩売ってるみたいに出ている感じがすごい好きなの、どういう心境でお出になられてる？と尋ねられると、私は悪くないっていう気持ち、私のせいじゃないっていう気持ちと苦笑いで回答。